スーパーマリオパーティージャンブリー、このニンテンドースイッチから何人で参加しますか？もちろん一人です。どうもこんにちは。今回は新作のねスーパーマリオパーティージャンブリーで遊んでいこうかなと思います。ってことで、なんかキャラクターがさめちゃくちゃいるんだけど、なんか今回隠しキャラクターみたいなやつがいるんだよね。まあ、なんか普通にさオンラインでやったらネタバレされたんですけど、なんかハックンとなんか人間がいましたね。キャラクターは個人的にはなんかチョロプーがさ一番可愛いと思うんだよね。なのでチョロプーを使っていきます。で、なんか今回はなんか20人で遊ぶモードみたいなのがあって、なんかそれがねなんか個人的にすげえ面白いなって思うんで、ちょっとそれをねやっていこうかなと思います。で、なんか普通のマリオパーティーもあるんですけど、なんかこういう感じでジョイコン使うモードだったり、あとなんか8人で協力してニセクッパを倒したり、でさっき言ったのがこの20人でミニゲームコインレースみたいな、であとミニゲームハーバーとかもあるんだね。世界中の人の記録を競うモード、あこれも面白そうだね。え、じゃあもう早速さクッパースロンちょっとやっていい？これなんか一応練習でやったんで、まあ、内容は分かってるんですけど、世界中の人行きますか。まあ、ということで早速じゃあオンラインでやっていくか。周回数が5周で腕前が D ということで、なんか腕前がさ S とかまであるっぽいんだよねこのゲーム。さあ一緒に遊ぶ人を探していますってことで、なんか5周するんだけど、なんか3つのミニゲームをこうなんかやりつつ、なんか3つのミニゲームクリア。これなんだ、これやったことない。何これ、あーなんかゲーセンみたいなやつ、あこんなのもあるんだ。おこれやったことないわ、初見だ。これちょっと楽しいんだけど、これさヨッシー落としたらめっちゃ得点が高いみたいな、あんま分かんなかったね今ね。てか全然マッチングしないけどさ、このゲームもしかしてもう過疎、発売してなんかもう3日ぐらい経っちゃったけど、もうやってる人いないのかなこれ。いなくない？全然マッチングしないんだけど、どういうこと？ちょっと頼むって。あ来たー、マッチング成功、しばらくお待ちください。来たね。 D と B、 なんで C がいないのね、なんで C ランクがいないの。なんかすごいやっぱ人あんまいないんじゃないこれ。まあでも A とか S がいないってことは、これはもうもらいましたね。5周してゴールということで、なんか150コイン取ったら1周みたいな感じで、5周したらゴールっていう感じですね。でミニゲームが全部コインを取る系のゲームなんだけど、レベル1ブロッククラッシュ、わこれやったことない。何これ、移動コーラを打ち出す、高速移動とかもできるので、まずこれ打ち出す高速移動、あこれで高速移動か、なるほどね、なるほどで高速移動、これ壊してったらコインが集まるみたいな、そういう感じで、これで壊して、やばい全然壊せないっていうか早くね、なんかで、あいいねハテナブロック取るといい感じか。あで、あのノコノコ倒すとこれ的が増えるから、どんどんこれノコノコ赤コーラもゲットしたいね。これでいい感じにめり込んでくれてる。いいよ3ついいんじゃないこれで、赤早いよ。ちょっと待って、で3つこれキープでいこう、全部キープでいこう。で、はい、ナイスいいよ。で全部破壊しちゃって、これ全部破壊したらまたなんか新しいブロックとかも出てくるっていう感じなんかな。俺うまくねこれ、まだ俺結構、ああ最悪、赤が消えたの痛いかも、ちょっと。で張って、うわーやばい、あでも復活するんだ、ノコノコどうやら復活するっぽい。やばい、甲羅の数が少ないと全然進まない。ちょっと残り1個取って、ナイス。俺何位？6位か。1強くないねえ、なんか歯のなんだこのギャル文字みたいのは、こいつ強くないか、こんなモバゲーでしか見たことないって。やったね、まだまだ悔しい。くそ、あ日本人意外と多いね、外国の方ばっかかなと思ったけど。ねえ、ポンコツみゆき、純とみゆきに勝ちてえなこれ。で大砲スカイハイ、あこれやったことあんだ練習で。まあこれは大砲に乗っかってなんかこう射出されるんで、それでなんかコインを取っていくんだけど、なんかコインを全部取るとあのさらにコインがなんか新しく出てくるみたいな感じなんで、これはいい感じに。でこれ発射してる時もちょっと動けるから慎重にやった方が絶対いい。でこの、うわむずい、やばい、ちょっと待って、あやばい、行き過ぎた、危ね、ナイスで、これ絶対取りたい。でここ上行っちゃう、いいよ、いい感じに回収しつつ、うわこれなるべく1回で全部取りたいんだけど、やばい重なって、もっと重なって、ナイス、ラップ2早くない？ちょっと待って、あのクリボーやばいんだけど。ねえ、あ来た、はい、落ちすぎ。で、はい、いいよ。で、上がっていく、残り20秒。ごめんなさい、金のやつ、これ何？あ、これは、一直線にドンと取りまくれると、これ美味しいね。美味しいで取っちゃって、ラップ2来た。ナイス。で、こっち行っちゃって、これなるべく横の方に行って、取っていく。
残り5秒だからこれ3枚取りに行こう。で落ちちゃっていい、落ち1枚だけ。くそしょっぱい、しょっぱいけどまだまだ全然取り返せる距離ではあるな。これお2位じゃん俺。え待って、大砲スカイハイうまい、もしかして。で、あでも5位か。あポンコツが1位、ポンコツじゃないんだけど全然ね。え悔しい、悔しいね。で、なんか次のミニゲームクリアして3個クリアした後になんかクッパミニゲームみたいな、クッパサバイバルかなっていうのが出てくるんだよな。何これ。あこれは移動でジャンプ、まあこれシンプルにコイン集めればいいっていう感じかな。あでなんかこうトゲコンボみたいに降ってくるから、これジャンプで避けつつコインを集めればいいっていう話かな。まあこれは普通に避けれるから、こっち右っかいっちゃって、あコイン結構降ってくるな。危ないんじゃないそれは。取っちゃってこっちの方が美味しかったりすんのかな。でここ来る、やばい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 、いいよ、いい感じいい感じいい感じ。でこっち行っちゃって、はい取っていく。これあんま上行きすぎてもさ良くなかったりすんのかな。あでも下る方が簡単だから一回取って、危ない、危ないよ、危ないマジで。でこれはジャンプ、ナイスナイスナイス。うわ上登るのむずいな。上の方が比較的コインがいっぱい降ってくるっていう感じなんかな。で避けつつ取るよ、いい感じいい感じいい感じ。でアイテムとか、あアイテムあるわ、ゲスト。俺いつアイテムゲットしてた、あれか、さっきのさなんかあのバウンドするやつ、なんだっけあのミニゲーム、なんか100円ショップのさなんかパソコンゲームみたいなのでああいうのやったことない、なんかビリビリきた、やめて、何それ、おっさい、おっさすごい食らってる俺今。5位か、まあまあまあトータル結構俺いい感じなんじゃない。みゆき強、おいいね。まあ、順位は変わらずか、なんか上でずっと争ってるみたいな、そういう感じだね。で次で、わクッパのマーク来たね。サバイバルでどれだけちゃんと生き残れるかっていう感じなんですよ、サバイバルミニゲーム。さあさあさあこれね、クリアできればアイテムゲットのチャンス、リタイアしたら30マスのペナルティ。まあとりあえずアイテムはともかく、あのクリアした方が絶対あのペナルティで下がっちゃうから。何これ、鉄球サバイバル。あこれなんかシンプルそうだな、クッパが追ってくるからひたすら逃げるっていう感じかな。まあ内容的にはあんまり、うわ俺後ろなんだけど、これ絶対前の方が有利じゃないこれ。でクッパが来る、偽クッパから逃げろ。あこれちなみにこれ偽クッパなんですよ、なんかカメックババアがなんか魔法かなんかで、カメなんか違うカメックを、あなんていうの、偽クッパに変身させたんだよな。まあ、だからクッパも選べるみたいな。やばい、これ前目にいた方が絶対いいよな。でも前目いすぎるとなんていうの、あ穴があるから、ちょっとジャンプとか危ない、でかすぎこれ、やばいやばい、待って道が狭い、マジで道狭い、ここやばい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 、ちょっと待って、もう前だけを見続ける、俺は前だけを、前だけを見続ける、絶対に絶対、いやーよっしゃ。えあこれあれなんだ、一人以外とか関係ないんだ。あでも俺がトップじゃない、なんかお腹ポンポコしてるし、かわいすぎじゃないチョロプ、どう、クリア、おっと、あ5人クリアなんだ、うわー何がいいんだろう、スタートがどう、なんだ、ご褒美ゲット、2倍、あこれもしかしてコイン2倍チャンス、え倍倍倍倍、あしかもこれで2位に上がるとポンコツが強え、ちょっとポンコツが強えよ、やったね。うわ1位取りてえ、これこれワンチャン、これ2倍ありなんじゃない、ブロックラッシュ、あこれ使えない、今使えないだけかな、今使えない、これ時間制限とかあるのかなこれ、何え何かむの、うわうざすぎうざすぎうざすぎ、キモすぎだろこいつ、マジで2倍メダル使っていくぜ俺は、マジで2倍メダルで、ナイスナイスナイス、いいよ、しょっぱなから2個になるのはでかい、何ね、何こいつ、ねえちょっと待って、あいつさ、上級者なんだけど俺しか狙ってこない、みんな1のやつ狙ってくれ、頼む頼む、みんな1狙ってくれ、頼むから、ちょっと待って、なんであいつ蹴落とそうとしてんの俺を、ねえもっと他のさ弱いやつを蹴落としてくれれば話が早いのに。えこれ2倍メダルってさずっと続いてる、よくわかんないんだけど、あこれゲスト使うかとりあえず、えこれさ選べたりすんのかな、やばい1のやつ狙えばよかった、最悪もっとアイテム欲しいな。ねえこれ多分コイン、うーわなんか使われた、ゲストうざいってうざいって、ゲストがうざいって、まだ時間はある、まだうーわ終わった、最悪ちょっと待って、なくなった、やばいやばい、ねえちょっと待って、え何あのキノピコ、はいざまーポンコツざまー、俺のことを邪魔しようとしたばっかりに、あいつ落ちてんな、マジあのポンコツ許さねえかんな。で次が大砲スカイハイ、いや俺結構これうまかったんだよな。でうわーコインが多いな、
レベルが上がっていくんだよな、ミニゲームの。でこれまず即発射で、即発射からのこれはここナイスで、でここも慎重に、うわ待って、アイテム使う2倍メダルは絶対使った方がいい。でここもシュン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 、あこれ制限時間ありそうな、2倍メダル、2倍メダルこれ結構強い、やめてやめてね、ちょっと待って、アイテムあったけど、ちょっと待って、アイテムどこ飛んでんのねえ、アイテムがよくわかんない場所行ってる、ちょっと待って、これは、はい、で、あ待ってやべ、これ1コイン、まずこの1コインを取ってからのこの2コインをしっかり取って、ナイス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 、いいよいいよ、いい感じいい感じで、これも取って、これ金金金金届かないか、無理か無理か、金届かないか、これさ無理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 、最悪最悪なんだけど、もうこっち取ろう、こっち取ったら絶対いい、もう来ないんだ来ないんだったら、うわあやばすぎ、マジでやばすぎ、ねえもう最悪なんだけど、マジでむずこのゲーム、もう言うてまあ3位か、うわこのさ1位のさ、この1-2みたいなやつ、こいつ強えわ、まだ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 、うわ4位に下がってたポンコツが強え、待って俺今何周目、4周目、待って早い、もう5周目なんだけど、砂のガボン遺跡でどれだけ取り戻せるかって感じなんだけど、俺さアイテムゲットできてない、ある、あないわアイテム、だ一旦これコイン貯めてアイテムを絶対にゲットしないといけないんだけど、危ないよ危ないよ危ない、でこれ避けて避けて、ナイスナイスナイスで、早めにねこれ避けて、でこれ4枚のやつを取り行こう、端っこのやつは無視、一旦端っこ無視して無視して、はいナイス、はいナイス、いいよ、で赤コイン取って、赤コイン5枚の価値あるからね、結構でかいよ、で来た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 、アイテム早く、アイテム早よ早よ、アイテム早く、ちょ何それ、避けれないよそんなん、無理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 、これ絶対避ける、絶対避けて、アイテムが遠い、早めにジャンプ、ねえなんで俺に使うの、何それこいつマジでやばい、ちょ俺なんか狙われてない、で月相でやり返しちゃう、やられたらやり返す、倍返しだ、オッケー、全く似てない半沢直樹で、オッケーオッケーオッケー、これさ、これ候補がわかんないんだけど、これ、何が一応、ファイナルラップ、うわ、アイテム取りたかった、アイテム取りたかった、で、ここで、次、みゆき強い、また5位だ、まだまだ、クッパサバイバルで、ここで生き残れれば、ワンチャンか、で、2位のやつ、どこにいる、そんなにさ、開いてないか、信じたいんだけど、サバイバルミニゲーム。アイテムゲットのチャンス、リタイアした40マスのペナルティ、40マス結構でかいよ、うわーどれだ、あ何これ、これはキラーサバイバル、あなんか棒を登っていくシステムか、なるほどね、これさ別の棒とかに移動できたりっていう感じではないのかな、まあ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 、あ全員棒があるからひたすら上登っていく感じかな、これ矢印あるし、でクッパが来ます、キラーが横から来るのかな、で、あーなるほどね、これゴール、あ降りるもあんの、なるほど、登ったり降りたり、ゴールあんのかな、どうなんだろう、とりあえず一旦上まで登ってって、あここは一旦耐え、これいつ行けばいいの、あー下がった、やばい早い、うーわ無理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 、あ待って溶岩が迫ってきてるから、あれだ上行かないと結局ダメなんだこれ、なるほどなるほどなるほど、絶対に生き残ろう、これは絶対に生き残るという強い意志、いいよいいよいいよ、いい感じ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 、はい、いやこれさ、あーやばい、やばす、やばすぎやばすぎやばすぎ、よしナイスナイス、あ3人これ、いやいるわいるわこいつ、ねえ、ね、いるんだけど、なんか強すぎだろ、確かに1になるぐらいだからこんなんじゃミスんないよな、くそわー、あ、コインか。これ下がんなかったらさ、意味なくない ?1 位。ウォーウォーって感じなんだけど。で、まあ、俺が3位になりますよと。悔しい。まだまだ。いや、せめて2位。あの、マリオ抜かしたいな。もうちょっと圧倒的すぎる。マリオパーティージャンボリオタクがいるから、ちょっとやばいこいつ。ランク高いわ。ランク詐欺じゃない B って、多分。どうせ B なんだよな。で、いつ使えるんだろう。とりあえずもうコイン。コイン即使おう。3コイン。あー、待って、もうアイテム使ったら、待ってこれすぐノコノコを取り行った方がいい、これノコノコ取り行った方がいいよ、
わかった、これはこう、ノコノコをすぐ取り行く。ノコノコをすぐ取り行く。オッケー、いい感じ、いい感じ。ボム兵何？ボム兵がわかんない。やばい、残り30マス。ちょ待って、これ行け、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 ちょ待って、ナイス、ナイス、オッケー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 。2個でかい、2個でかい。2個でかいよ。2個でかいよ。はい。で、赤コーラも出てくる。いいぞ、爆弾で、うん、いいね、いいね、いいね。めっちゃ弾けてる、めっちゃ弾けてる。弾けリストが出てる、これ。で、アイテム、アイテム取りたいね、これ。ナイス、ナイス。15コイン、でかい。でかい15コイン。やばい、最悪。これは、のこのこ。オッケー。で、初手2個にして爆発させる。いいよ。いい感じ、いい感じ、いい感じ。やばい、マリオが、あ、なんかマリオ邪魔されてない？結構いい感じか、これ。で、壊す。なんか上の方で、あ、待って、暴れてくれてる。いいぞ、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 いいぞ。結構いい感じ。最後の最後、ラストスパート来てる、これ。来てる。コイン袋、うわー、出なかった。え、ゴールした？あ、3位か、俺。3位？うーわ、最悪。みゆき。え、待って。楽しい、これ。え、1位取りたい、これ。え、ちょ、これさ、1位の人めっちゃ早かったな。ちょっと待って、これ、ドンキに勝ちたい。ど、待って、即即即、そ、いけ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 。待って、これ、待って、これ、移動して。冷静に移動して。はい、勝った。これ勝った。勝ったでしょ、これ。勝ったでしょ、これ。さすがに。よし。はい。はい、3位。いや、表彰台乗れるけどさ、うまいんだこいつらが。ちょっとマジで1位取りて。あ、マッチング早っ。すげえマッチングした。なんか今人が多い時間なんかな。あ、なに、A ランクばっかなんだけど。なにこのモサ部屋、やば。え、全員強くない？何事？うわ、なんか知らないミニゲーム真ん中混ざってんな。さっきのさ、待機画面出てきたやつじゃない、落としてぬいぐるみ。まあこれはシンプルにもうただ押し出すだけ。押し出せばいいだけ。これ真ん中で大丈夫かな。ちょっと左寄った方がいいか。あ、逆逆逆で、うわ、残っちゃった。これ早速ここ残っちゃったの痛いな。で、ここは真ん中で全部落とせ、落とせないんかい、落とせないんかい。で、これは全部落としてほしい。やばい、1回でいけるパターンが全然ないんだけど。あ、最悪、超ずやばい、終わったんだけどこのパターン。ねえ、なにこの、うわ、やばいやばい。もう無理じゃんこれ。え、無理じゃんこれ。うわ、最悪。ああいうなんかさ、クソゲーパターンもあるんだなこれ。で、これは真ん中を冷静に押せば全部落ちてくれると信じたかったんだけど、まあそんなうまくはいかないよね。ナイス。で、冷静に、いいよ冷静、なかなか冷静に来てる。で、アイテム取りたい、次かなアイテムは。で、ちょっと待って、よっし、落としちゃって、で、これを一気に全部落としきる。で、アイテムが来ると思うんだけど、これはいった、よっしーがすごいとこ行ってる。ねえ、これ落ちない、無理。あー、終わった、アイテム消えたんだけど。ねえ、アイテム、うーわ、もう最悪。え、 19 な、何マジで、やばい。え、こんなさ、上手い人ばっかのところで初手19。おー、ゲーセンの才能ないかもしんない。まだまだ。次はなんだこれ、並べてピース。これは何、捨てる、なんだ、あー、回転、回転、あー、うん、回転、あ、ピース回せる。あ、テトリスシステムね、なるほどね。で、これは、まあ、じゃあ、一旦こうしちゃって、ね、これこうしちゃって、まず揃えちゃう。で、一気に揃えちゃう。で、これ、ここ揃えちゃう。あ、ボメ爆発してくれんだ。なるほどね。オッケーオッケー、理解理解理解。理解。で、なんか変なのやっちゃった。でも、これはここでいけるから、はい。で、ボメでめっちゃ爆発させる。爆発しすぎじゃない、さっきから俺。で、ここ長いの揃えちゃって、はい。で、1列なので、ここ揃います。ナイス。で、ここ揃えちゃって、やばい。長いの1マスです、来ないかな。あ、来た、言ってたら来るんですよね。もうとにかく揃えないとダメと。なるほどなるほどなるほど。で、ここで、あ、やばい、ちょ、もうむずいむずいむずい。ね、マジでむずいんだけど、こうアイテムどこに来んの、アイテムをこれあれか、揃えないといけないみたいな。何これ、シンプルコイン、シンプルコイン、おいしい。待って、俺よくわかんないとこ置いちゃったな。待って、これなんか揃えたい、なんか揃えたいけど、ここぐっそ8位、1位の人うまっ。これ量ってやつがやばい、なんか独走してるな。まあでも言うて距離的にはそんなに遠くないから、クッパサバイバルでちゃんと生き残らないと追いつけないね。で、なおかつ量が落ちるかどうか、まあ8位だったらいい方なんじゃないか。で、砂のガボン遺跡、
これよくわかんないんだよな。これ何が一番正解なのかが分かってない。まあとりあえず下からコイン取っちゃって上行った方がいいのかなこれ。で取る取る、でラップ2来た、端っこ取っちゃう。で上からコイン降ってくるから、これさ、こっちの方がコイン美味しかったりするのかな。でコインがこっちにもあります。まあ、下る方が簡単に回収できるっちゃできるんだけど、うむずい、わからんこれ。でこれちょっとアイテム取りたいからアイテム取っちゃって、はい2倍、2倍コインでかいんじゃないこれ。でジャンプして、はい、これ結構美味しい、2倍ゾーンでこれ美味しいんじゃない。でまたコインゲットした、アイテム無限編、ちょっと待って、無限列車編来た、アイテム取って、ナイス。なんだわかんないけどドンキに使っちゃう、2位のやつに使う、邪魔していこうぜどんどん。カメックの効果よく分かってない。で取る、でジャンプして上キープでもいい、で上キープでこれ取っちゃう、であとは下るだけ、で下ってここのコインない、余ってない、ナイス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 、2位、あ追いついてきてる、待って、いける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 、全然いける、ある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 、このモサベアレ。てか S とかはさ、さすがにまだいないのかな、どうなんだろう。ねやったねと、いや次絶対必須、生き残りなんだろう。で割れるサバイバルミニゲーム、さあ次のゲームだ。アイテムゲットのチャンス、アイテムも欲しいし30マスのペナルティー食らってほしい。さあ次は、うわどれがいいか、なに真ん中のやつわかんない。あオッケーオッケーオッケー、で鉄球サバイバルと、これはやったことあるやつだから、まあ、ひたすら鉄球に当たらずに前進めばいいだけだから、まあなんで俺一番後ろなの、あれか、順位が高いほど後ろみたいな、そういう感じなのかな。まあとりあえずこれで移動します。まずは移動、もうひたすら、ま、前に、デフテク3でなんとかなんとか、前に、オッケー、いいよ。でなんかでかい鉄球の時はなんか床が邪魔すぎ、お前ら床が崩れるからマジでめっちゃ離れないとやばいんだよねっていうのを俺は学んでいる。俺は結構学びを得ているからね、俺は。やばい、量がうまい、ね、量がね、邪魔しないで、量くん。よし、ナイス。まあ、生き残れたのはでかいです。いや、でもちょっと1位のやつが、これマリオがやばい。ねえ。あとこのハックンも結構ね、いるんだよな、上位に。ナイス、クリア。クリア4人と、どんどん差つけていこうぜ。何がいいんだろう。うわ、なんかしょぼい。3コインとかじゃないこれ、コイン2倍が一番美味しい気がするわ、なんか体感的に。でいいね、わこれなんか嬉しいな、やったね。でも悔しいな、ちょっとアイテムしょぼいから。これで量がさ、めっちゃいいアイテムとかあったらさ、納得いかないからね。全部1コインとかでいいんだけど。で落としてぬいぐるみ、もう即アイテム使おうこれ。でこれはまず押す、押してでコイン使っちゃう、3コインはもういらないからね。で押しちゃう、で一発で、あー待って、落ちない、俺これ下手すぎる、これマジで俺これ才能がない、これなさ、うわー待って、うざすぎる、ねえ何マジで本当にやめて。でこう制限時間まで何もできない、これもどかしい時間、そういうパターンもあるんですか。で、はい2倍きた、2倍惜しい、マジで2倍惜しい、2倍の時にどれだけ稼げるかっていう感じね。でこれは同時にナイス一発で落としちゃう、あと30秒でアイテムは絶対に取る、待って見えないって、はい落としちゃって、でアイテムゲットしたい、ナイス。でカメックナイス、邪魔しようぜ。でうわルイージ落ちて、ルイージナイスナイス、ルイージ落ち、ナイスルイージ落ち。でここも落としちゃう、いいよ、今回なかなか順調に落ちてくれてんじゃない。で、はい、ナイス、一発でかすぎ、やばい、待って残り、ワリオ頑張れ、ワリオ頑張れ、ナイスナイス、ワリオナイス、ワリオ、どう、1きた、きた、1位に踊り出ました、とうとうやったね。まだまだ、でもまだやっぱ2倍コインが一番美味しい気がする。で次は並べてピース、これマジでむずいんだよな。赤コインも増えてきたか、一旦これでアイテムもゲットしちゃう。でこれ並べちゃって、はい、で、あいい、なんか全消しじゃないこれ、ね、全消しボーナスとかあんのかなこれ。でここ揃えちゃって、でここ揃えて、でここ揃えの、なんか速くなってない、なんかすごい
すごい速くなってない？待って、やばいやばいやばい、めっちゃ速いめっちゃ速い。待って、これコイン袋も出しちゃって、はい、で待って、ビリビリやってきやがった、うぜ、ビリビリうぜ。まあでも遅くなった方が、まあこのゲームに関しては見やすくなった説あるけど、ちょ、これ1マス出るの願って1マス出るの願って、はい、で、はい、青曲が崩れたから、まあ全部 OK じゃない。でここも1マス出てきちゃう、はい、ナイス。待って、これここ OK、 はい、15コインゲッツ。どう、いいんじゃない、147コインめっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい、いいぞ。ちょっとずつ差がついてきた。まだ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 だね。これは勝ちたい。で次がなんだっけ、ガボンだっけ、砂のガボン遺跡、これマジで勝とう。なんか夕暮れになった、ちょっとなんかエモいエモーショナルな雰囲気きた。でしっかりコインは全部集める。アイテムどれだけ取れるかゲーみたいなとこあるかな。でここ避けて、でここジャンプで避ける、普通にジャンプで避ける、で2コイン取ってジャンプで避ける、でここが美味しいポイントだね。で下がっていく、でここで、あ、待って、赤コインあんだったらもうそっち行っちゃってもいいんじゃないかレベル。でここが、こう、待って、最悪、めっちゃ落ちすぎ落ちすぎ、はい、待って、すごい遠いんだけど、アイテムが、アイテムそんな遠い、待って、無理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 、それは絶対無理なやつ、絶対無理だから。25秒あるから、まだ25秒あればアイテム回収はいともたやすい、いともたやすい。 OK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  で下ろう、でこれで OKOK 回収して、あとはもう下るだけ。下ってあるかな、痛い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 、よしよしよし、上めっちゃ美味しい、上めっちゃ美味しいのに、うーん、ちょっと取りたい、よし、欲張れ欲張れ、よし、うわ、待って、すげえ追いついてきてる、やばい、いや、130コインあれかな、アイテムかな、アイテム差が若干あるかもしんない、悔しい。うわ、これ負けたらやばいかも、わ、結構プレッシャーだな、この1位のプレッシャーやばい、マジでやばい、これちょっとなんかやりやすいミニゲームがいいな。40マスペナルティ、絶対に生き残る、よし、どれ、一番右やったことないな俺、うわ、きそう、選んで、うわ、なんかこれ運ゲー臭くね、なんか運ゲー臭くない、これ何、ボム兵選ぶな、選択決定、はいはいはい、俺どこ、あー、これ胴体白くげ、もしかして、あ、ボム兵を選ばなければいいって話ね、じゃあもうこれじゃないの、あー、なんか誰が選んだとかは分かんないね、ちゃんとなってると、はい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 、まあさすがにね、さすがによ、こんなものは、よし、選んでる人もいますよと、やばい、バカ早くなりそう、これさ、逆に2個とかになったりすんのかな。で、ボム兵があれだから、ボム兵しっかり追おう、しっかりボム兵、あ、早い早い早い、早すぎるって、無理だって、ここです、ここがボム兵じゃありません。どう、どうかな、どうかな、あ、リョウと一緒だ、俺リョウと一緒なの、なんかまあまあクリアできてるからいいんだけど、次がまだあるから超速そう、次マジで無理そう、追えないよ俺、2個、あ、じゃあ1個だけ1個だけ、あ、もう無理かもしれん、もう無理かもしれない、俺もう無理か、早い早い、ちょ、無理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 、どれ、これこれ、頼む頼む、待って、あ、量と違う、よっしゃーしゃー、よし、めちゃめちゃむせたわ、しゃー、よし、まだまだ衰えてないぜ俺の視力、よしよしよし、はい、アイテムもゲットできましたよと、はい、キラー何、あ、ゲッソ、まあまあゲッソはいいや、もうゲッソは何でもいいわ、よーし、マジでもうこれだけででかい、アイテムとかどうでもいいわ。さあ次のミニゲーム、あれなんだっけ、もう焦っちゃった、もうミニ落としてぬいぐるみね、これ待って、もう早速使った方がいい気がする、これ
即使って邪魔する、いいね。2位邪魔できるのでかい。でビリビリが来るんだよね。遅くなんのやめてほしいなこれ。でここで落としちゃう。おっそおっそおっそ、本当に遅い、めちゃめちゃ遅い。でこう1個のやつを落としていく。まあとりあえずアイテム、うーアイテムある、ラッキー。ドンキーもいるんだけど、はい。で3コイン使っちゃう。これマジアイテムすぐ交換していこう。うわ待って、赤コインがうざすぎる。赤コインが落ちる、届いて、ナイスナイスナイス、届くのでかい。でこれはマリオを押して、でマリオを押しちゃう。でアイテムが出てくる、アイテム多分ゲットできるんじゃない。で溜まっていく、やばい、左、待って、どんどん速くなってくるなこれ。で落としていく、あゴール、あやったー、ゴールだ、いつの間にか、イエーイやったー。しかも一周遅れのヨッシーもいたな。超正代で俺一人だけ、おいしい。おいおいおい、いいのか俺1位で観戦とかもできるんだ。はい、余裕でゴールですよと。気持ちよすぎ。あ、来たね。え、マジで気持ちいいこれは。あざした。まあ、ということで最後にちょっとミニゲームハーバーでこれサバイバルしようぜ。オンラインの一人プレイ専用です。オンラインの一人プレイ専用、何それ。あー、なんか世界中の人と戦うみたいな。サバイバルってどういうこと。あ、なるほどね。ミニゲームに勝って腕前ポイントを上げると、はい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 、そういうことね。あ、 S になればランキング乗ると、これも腕前あるんだね。腕、うわー、ま、なるほど。とりあえず一旦やりますか。さあマッチング成功。これは4人で生き残りをかけてどんどん争っていくみたいな、そういう感じっぽいな。お、全員 D ランク、初心者ばっかかな。炙りビール、めちゃくちゃ言いづらいな。炙りビール炙りビール炙りビール、よしよし行きますか。これ何なんだろう、どういう感じ。なんかさ、ミスったらさ紐切られるみたいな。挑戦するミニゲームを選んで、あー、これなんかどれか選べんだ。いろいろスタンプかわしサンドイッチ、ちょっと選んでブロックロードとか、これとかどう。あ、選んだ中からランダムで選べると。きたー、選んでブロックロード、これ何系。うわ、この効果音懐かしい。うわ、スキップしないで。何これ、運ゲーかな。ん、何、え、どういうことどういうことどういうこと、全然わかんない、全然わかんないこれ。え、あ、ちょ、わかわかんない、何、やばい、何選んで、全然わかんなかった今。え、あ、そういうことか、どれか選ぶんだこの中から、でゴールにつなげていくっていうことか。俺死ぬくないじゃん、俺死ぬくないか、やばいって。じゃあまずはこれじゃないと無理じゃない、多分そういうことじゃない。で2マス、あ、これさ、かぶるとダメなんだ、そういうことか。じゃあこれ多分誰も選ばなそうなやつ、 OK。 で選ばないやつやればこうやって進めますよっていうことね。なんで俺さ、あ、これもうちょっと進めないけど、これでいくわ。1番目とか絶対誰か選ぶから、なんで誰も選ばないのねえ。マリオが進んじゃうってむずいだろこれ。え、じゃあ俺もこれ3マス行くしかないねって言って3人ぐらいが選ぶんだろこれ。おい、何やってんだよこいつ、うますぎだろ心理戦。はい、進めませんバカ、オッケー、バカオツバカオツ、よしよしよし、頼む、誰も選ばないで、よし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 、いいぞ。これマリオに進めさせちゃダメだ。でヘイホーと並んだ、なんだこれ、全部全部やばいだろこれだろ。逆に全部選ばない説あるからみんな。うわー、マリオが、はい、進めませんバカオツ、オッケーオッケーオッケー。でこれは、うわー、これこれだな、上から2番目、どうどう、何やってんのみんな、なんでみんなそんなかぶる、かぶりすぎやめてね。で、は、こんなんこれだろ、上から2番目が誰も選びません。これバカたれーバカたれーバカーねえ、ゴールしちゃうだろうがマリオが、ほら。え、これ負けたらどうなる、勝ち負け負け、やばわー、え、終わり、え、終わり、もう1回で終わり、え、やばいやばいやばい、何それ、あ、もう1回きりなんだこれ、あ、そういう感じ。おい、また炙りビールいるってねえ、このモードやってる人さ、日本でさ俺たち2人しかいないんじゃない。今度は絶対勝とうねえ、挑戦するミニゲームを選んで、もうちょっと、うわ、選んでブロックロードある、
おい、リベンジだ。炙りビールリベンジしよう。2個あるから、さすがに。あ、なんだそれ、ライトウェブバトル。何やるんだろうこれ。ルールがね、毎回わかんないんだよね。あ、ヒップドロップをやると。あ、避けないといけないんだ。なるほどね。はぁ、あ、はぁ、あ、むぜ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 。ちょっと待って、20人出すの、うん、はぁ、あ、ちょ、ウーガンパニックとか、こういう、なんでこんなさ、好きなの、ドッスンが。ね、ドッスン好きすぎじゃない？なんか、ドミノバッタンか。いや、これで勝つわ、俺。勝っただろこれは。俺結構真剣に連打してよ俺。どう、そんだけ選んだからみんな自信あるんだろうな、きっとは。回線弱者がいます。ソフトバンクエアーの使いがいます。これどうだ、これいけるか。よっしゃ勝ったわ。連打で勝ってもなんか嬉しくねえな、あんまり。はい、チョロップウィーン。前は出すぎ。